はい、皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋由太です。本日ですね、たった今ですけれども第5回目となります、高橋ギター教室の発表会が、終わりました。雨の日にもかかわらずですね、たくさんの方々に来ていただきました。またね、たくさんの生徒さんにご出演いただいて、皆様引きこごももだったでしょうけれども、でもすごく一生懸命演奏されたので、かなり、ね、得るものがあったのではないかなというふうに思います。またね、次回以降も発表会ありますので、今回の反省を生かしてね、また生徒さんのご出演を、お待ちしたいなと、あと一生懸命ね、今後のレッスン頑張っていきたいなというふうに思っております。そして今日はですね、最後講師演奏という形でロドリーゴの祈りと踊りを、こちらのモレナ先生に、ね、合わせて踊っていただきました。今回は動画も撮影しましたので、後日ですね、その様子も、こちらの YouTube 上にアップさせていただきたいと思います。たまたまですけれども、打ち合わせしていなかったんですけど、赤いドレスと赤いネクタイとたまたまって、光栄だなというふうに思っております。最後にモレナ先生、なんか感想があればよろしくお願いします。はい、とってもやっぱり難しい曲だったので、私としてはもう一度リベンジしたいと思っております。よろしくお願いします。はい、それこちらのですね、祈りと踊りですけれども、8月28日の、パトナホール、宮城野区文化センターパトナホールでのソロリサイタルでも、モレナ先生に踊っていただきますので、またね、そちらの方にもぜひお越しいただきたいと思います。はい、それではまたね、皆様との、お会いするのを楽しみにしております。ではさようなら。さようなら。